お疲れチャンスラッです。今日ですね、なんと新しい戦術を見つけました。なのでそちらをね、紹介していきたいと思います。こちらエレジャイホグでございます。で、呪文がなんとね、まあ、クエイクということで、まあ、エレジャイにもホグにも合うのが、まあ、このクエイクですよね。で、まあ、中身にインフェルノタワーがあって、まあ、陸にダックプリタティスがあって、対空はもうありませんよっちゅう。まあ、エレジャイとインフェルあればね、対空もうありすぎるぐらい十分なんでね。はい。ということで、こちらの、これやべえデッキで今日はやっていこうかな。なんかね、なんかグラチャレだったと思いますけど、めっちゃなんか使われてましたね。謎に。なんでっていう。マジなんでっていう、本当にわけわかんないんですけども、まあ、たまに出るね、わけわかめデッキですね。そう、まあ、僕、こういうなんかね、2個主軸がある。例えば、ホグとジャイとか、ジャイホグ。あとは、ラバーとエレジャイとかなんかさ、こう合体技みたいなデッキ好きなんですよね。そう。なので、ちょっと、今日こちらでやっていこう。ホバと、なんだこれ。ホバゴーストなので、キョスケ、トリトン、ザッピーの、いや、マジで、このデッキ環境終わったっすからね。環境終了したはずのキョスケミラー引いたんですけど、そんなことある。さあ、まあ、ここは縦線でいいでしょ。で、キョスケはインフェで焼けばいい。で、このエレジャイで、攻めつつの、エレジャイのこの背中の豚ちゃんね、ホグ。エレジャイホグも、めちゃんこいいのと、あとはですね、よいしょ。例えば、ホグで攻めて、お、これキングがなんかやばいことになるかな。ホグで攻めてから、大砲とか、テスラとかを使わしたところで、エレジャイを刺すっていう。まあ、だから、どっちかは秘密にしとくのが強いですね。さあ、なんか、ロイフグこれ、前まで13だったけど、12になったらなんか、そんな熱ないっすね。さあ、いや、これホグ生きてんだけど、あ、ホグでトリトン使わしてからの端前エレジャイ、そんな綺麗にことは進むのか。ホグでザッピーでしたね。いや、まあザッピー使ったエレジャイ行ってトリトン取り抜いてすーでもいい気はすんだけどな。これマジで結構なんかアド取ってる気がするんですよね。ここ行っていいっすね。よいしょ。まさかエレジェが出てくるとは思わないでしょ、あなた。もし、数準備だけしといてね。そっち？ホバリングが出てきちゃったよ。マザネク？いや、待って。やべえ。チンポコ取りにしてる。マジでやばい。マジでやばいんですけど、ここを耐えれるのが、このデッキの強み。いや、ま、実に陸が硬い。いや、マジでやばい。いや、ダックプリが、最強すぎる。えぐ？さあ、相手のタワー74なので、まあ、なんだ、エレジェイが暴れたおかげで、なんとかなりそう。よいしょ。いや、マジ、ダクプリに全てがかかってる。さあ、その20秒の、ケツ骨は間に合わないでしょ、こんな。絶対無理だよね、と。さあ、クイックで蹴ってく。いや、マジで、こう、施設がある相手の方がやっぱ勝ちやすいですよね、もっと。よいしょ。まあ、施設持ちに対してやっぱ施設枯渇ですね。そう、ホグとエレジャイどっちに施設で守んだいっちゅうとこで、まあ、生まれたデッキかな。あ、でもこれ6勝までもこのデッキできたんですよ。370、それで体感結構良かったんで、マジで普通に強い説ある。うん、まあ、弱点っていう弱点が、まあ、まあエレジャイとかがもともとね、なんだろうな、迫撃砲とか、まあ、施設に弱いんですけど、まあ、そこをホグもあって、さらにクエイクもあるっていうので、まあ、弱点をちょっと補えてる気もしないこともないが、どうしよう、ウッドです。最初にどっちをバラすか、結構大事説あるんですけど、いや、これはマイティー枯渇だと信じて、ホグで攻めて、あ、大砲でも、あれ、釣られねえわ、でか。ホグで攻めて大砲を使わしてからの、行こうとしたけど、うわー、それやだな。一体右に、うわー、やべえこれ。ちょっと待って。いやー、これ我慢だな。やばい、うん、やばい。あ、終わった。ブーストされた。いや、まあさすがに
は逆バレルで飛んでくるか、飛んでくるよな、そりゃ。さあ、やばいです。一本いかれて、やばいんですけども。まあ、こっからがこのデッキの強みと言いましょうか。ホグで、大砲を使わせます。たところを、さあ、もう一発ハシマエリジョイで、マイティしかいないので、止まんのかっちゅう話ですよね、これが。さあ、マジで。いや、回すのか、もしかして。えぐい。さあ、回そうとしてるが、クエク打って、壊して、マジでダメージを稼ぐ。オッケー。マジマジ。これ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 。これがね、このデッキの理想ですよね。奥に使わしてからのリテイブスタッツ。いや、マジで、危ない危ない。最初ちょっとグダったな。イメートとやられてしまったっすね。さあ、追いついた。さあ、まあ、許容しながらの、ユニットがちょっと少ないので、あのプリンセスとかが普通になんか、めんどくさいっすね。さあ、どうだこの、ど真ん中の。微妙か。で、これ、ロケ削りされちゃうんで、右にエリジャイ出すと。そう、出しても左というか。いてぇ。さあ。結構きついんじゃないのこれは。何がどうなってんのかわかんないけど、いや今マイティがホグやったのか、あれやられなかったらもっと熱かった。さあ、さすがに完全に流れが来てる。まあ俺の負け筋はあのマイティがさ、左から次走ってくるやつだよね。さあ許容できる。いやマジクエイクがズルだ。マジマイティっすね、負け筋は。もう防衛のことだけ考えとけばなんとかなりそうじゃない。やべ、めちゃくちゃいいバレル。あれいや、ただこれ相性で俺より上手かったわ、うん、俺より余裕で上手かったけど、この試合に関してはまるに見る下手くそでしたね俺が。やけどちょっと相性というか、マジデッキパワー感じない、こう見ると。え今のなんで勝ったんっていう話よね。やばいよね。マジで。エレジャイ、まあ、特別強いかって言われるとそうではないんですけど、キョスケがちょっとだけアップ減って、まあ、キョスケとミラーセットだったんでね。なんかキョスケがちょっとだけ減って、本当にミリ増えたですね、エレジャイが。キョスケミラーがいないだけで。ちょっとだけです。うん。さあ、ペッカ工場みたいな。香りがしてるっすね。まあペッカはエレジャイは刺さないんでホグで刺したいっすよね。でホグデッキだよって教えてるところで、どういうこと？ペッカ使わしてのハシマエレジャイ。どっちかになりきるのが大事っすね。騙そうぜみんなで。なんだろう。ああ。ちょっと高すぎた。さあまあ、禁忌して耐えて。いやなんかインフェかな、めっちゃいい味出してるんですよね。大砲じゃなくてインフェのことによって、大型も溶かせるし、ね。さあまさかの、よくわかんないデッキと。エレキ、ゴースト、ロイホグ。あ、メガナイト、ロイホグか。これ、なんかメガナイト、え？キョスキラでもエレキ入ってないもんね、マジ。何のデッキだ？マジアちゃん、いや、メガエイジじゃねえよ。これなんだこれマジで。これ何のデッキだ？本気で。本気で何のデッキですか？そして受けがないんです、僕。うん。苦しいな、これ。やばいな。エリジェイ出すか？ちょ、相手のデッキわかんなさすぎてさ。メガナイトなのかな？キョスケなのかな？どっちなんだろう？どっちでもないのかな、これ。マジで。これでちょっとやってて怖いよ、ね、いやでもさすがに AJ 展開しないのはもったいないので、展開してから、まあ、ペッカだったらペッカっすよね。あ、マジ？それだけやめてほしかった。ペッカだったらペッカとか言ったけどさ、
アジアチェ来るかな。いやこれでもなんか左がなんか刺さってんな意外と。さあこれはもう受けがないのでエリジェ出します。エリジェ出して真っ向勝負といこうか。いや待ってミスったトルネと。いやザッピーなんか嫌だなこのデッキ相手のエレキ。しかもウッド。お前やめろ。マジで竹変わんねえ。やばすぎ、やばすぎ。ちょっと待ってマジでやばい。結果ロイホグなんだけど。マジかよ、なんだよこれ。いや普通に負けた。でもなんか勝手にそう、いやホグで冷めりゃよかったかな。なんかエリジェイ大好きかな多分ですけど、多分ですけどエリジェイ大好き。えっていうマジできつかったっすね。うん、いやこういうの引いたらダメだな。たまたま、いや今のもね、てか今日ちょっと調子悪いな。いつもノリじゃねえ。今から集中。さあクイックで削ってこん。なんで負けたんだろうな今。こんなんところでいいっすよ。はい勝ちです。知らんけど。いや着衣はつらい。いやうまいな。あれ相手がうめえぞさっきと。さあ、抹茶クイーン迫撃。バルキリーのやつかな。ああ、突然殴ってんだ。うわあ、そっち攻撃したらダメだよね。回るかな。でかい。よしよしよし。こういうデッキなんだよ。どっちかを刺していきたい。で、ダックリとかちょっと残しときたいよね、なんか。迫撃裂いて、さすがにす。さあこの後どうしようかね。アチャクイが結構渋いんですけど、いやこれはさすがに防衛エレジャイっすね。あそこにガッチャンコしてアチャクイのスキル無効か。これであなたは消えれません。いや消えれるんかい。であっちはどうでもよくて、ホグがもっと入ってほしいな。俺のもうネタバレしちゃってんだよ相手。さあクイックか。バルキリー縦線圧着いい。ゴリゴリリクっすねマジ。いやこれで僕ワンチャン迫撃の位置左できてえな。うわあー好きだね。思ったより壊れねえ。さあちょっと怪しい流れ、マジで怪しすぎる。
いや、これでもチャンスだで、マジ。だってさ、入れ尻ターゲット取ってて、これクエイクからの、いやトルネでワンチャン縦線処理と思ったんですけど、戻ってくる。いやこれ絶対勝てるよな、絶対相性いいだろこれ。下からのホグ、相手の圧縮の使い方うまい。無骨欲しい、うん、いやー美味しい。フィジカル消えないで、でかい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 、頼むぞ。いやこれもあれかいらんか。これで終わりだろ、こんなん。やばい。これ守れんのか？さすがに？さすがに？あー、長すぎるー。なんでこんな苦しいんだ？いや、神相性だと思ってんですけどね。なんかめちゃんこ苦しいね。もっと楽に勝ちたいね。あの枯渇ぐらいこう、なんで勝つんやぐらいで勝ちたい。さあよろしく。これ完封しちゃおうか。ちょっと早かったか。いや、入ってる。ちょっとあの、いいもの見せようとして、ただただ事故る。スケファイスペリポン。めちゃくちゃ珍しい。エリポンクロス？なんだ、スケハイスペリポン、あ、エリポンクラスですね。さあ、これは圧着位をトルネで吸えると、めちゃんこ熱くてですね。お？さあ、さすがに、勝ったんじゃないんでしょうか。マジでエリジェ強っ、加工されたっすよね。さあエリポンにグエイク徹底のクロスはエリジェで受けて、まあミニペッカがちょっと嫌ではあるが、これ諦めたかな、ワンちゃん。さあ諦めましたね。でもいやもうそれは無理だよっつって、早い。さあエリジェホグ、いやなんかこういうのってね、やっぱ高回転とかに本当に刺さるから、やっぱ上手い人へより刺さるよね。そう、やっぱ上手い人たちはスケヒースピーとかスケファイスピーとか、こう1コス1コス施設とかでやっぱね守ってくんすよ、高回転で。だから上手いプレイヤーにこそ刺さるデッキだよね。ってことで、うまいプレイヤー来い。8000超え。9000付近のやつ。しばくぞい。さすがに、待ちたい。なんで君も待つねんっちゅう話よ。いや、ホグ飛ばして禁忌されても嫌なので、イモイモクエイク。さあクエイクでも動かない、なかなかだな。根性がちげえ、鍛えられてる。さあ縦線には動いた。いやいいぞ、いやでかい。400ぐらい稼いでく。ああ、今日はちょっと多いね、ペッカ工場が。お、相手ミスってる。しかもこれ金起動したっけ、してねえのか。
さすがにキング起動しなきゃ後半きついので、さあキング起動して陸が縦の選手とダックプリとそこそこにあるので、これなんならダックプリつけたら相手きついぞこれマジで。いやめっちゃいいエレキめっちゃいいエレキ。いやー一発入らんか。さあでも1300まで削ったのでどうするかな。最悪クエイク9回ぐらい打てば勝てる。エレジャイを出しても良くないので出しません。もう学びました。さっきペッカー相手にねエレジャイ出して苦しい思いしたので出しません。いやここにしてもあれだな、マジ打ち込んだ。こんにちはしよう。いやマジで優秀ダックプリ。いやうまいザップそれ。いらねえトルネードだな。いやー耐えてく。痛いよーっつって守りすぎか。テッカ残ってんのやばい気する。出ました、ここに来てエレジャイ謎の。危ない、ガインはやめて。ガインはもしかしてこれエレジャイがぶっ刺さって勝つとかないかな。おお、これはもしかしてユーノル逆に行ったことによって、しかも右側許容できる。さあダックプリが入らないが右は許容してからの足前エレジャイで、これやべえな、絶対やってんな。引っこ抜いて、あ引っこ抜くのミスってるけど5315170ぐらいある。危ねえ、危なすぎる。いやまあペッカはまあちょっとだけきつい。さあ12勝でもいけそうですね。一回ペッカに負けたならもう一回してな。なんかザッピーがいたかんな、あれ許せん、あやつは許せん。さあラバ引きたいな、ラバこれは絶対相性いいで。そう YouTuber だ、 YouTuber あわけ、あわけと書いてアウェイクエウェイクアウェイクなんて言うんだろう、分かんねえな。さあ俺は待つかんな、自分から攻めない。クエイクでスケラやめてほしいな。あースケラやめてほしいっつったやんけ。さあ縦線が頑張ってくれる。うんいやまあインフォ置いとくか、暇だし。さあ遅延スキラはこれむずいね、この戦いは。おお早くね、この早めの遅延スキラは結構おいしいんじゃないか。普通にもうワンテンポ立ってたらあとだったらいい。え入りすぎちゃうそんなに入るもんけスキラって。俺の知ってるなんかダークブリが悪いのかな。でも俺もきついでしょ、ホーム追加する。こんなもん怒りのホグついてる。ああ取り使っちゃって近づいちゃって、はい。いやでもえ竹が変わってる、熱い熱いのかこれは。いや熱くねえな絶対。 LJ のこのなんかカウンターのやつで竹が変わるんですよね。そこあって今ブーに行ってたっす。いやでも645まで削ったら結構でかい。なんならこれ金起動されてもいいから100稼ぎたい。
ベビー。ああ、いやマジグエイクラ美味しいぞ。あいびつ、あいつ全然生まれんや。よし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 。さあそしてあとは守るだけ。入ってくんな、こんなんも最強来たんちゃうん。これもうさすがさすがに勝ったやろこれ。相手もびっくりだよな。なんでエリジェの後ろにホグが来んだよっていう謎なデッキ。マジで謎すぎるが、それまた強い。さあ、いやー素晴らしい、楽しいな。最近なんかこんなデッキにハマってる。やっぱイカれたデッキおもろいんすよねこういうデッキは意外にね、なんか普段のデッキよりも謎に勝ってるみたいなことよくありますから。さあということでエレジャイホグ、まあ気になった方もしいればねやってみてください。なんかいいデッキ欲しいな、コメントくれたらちょっとやるっすわ、僕なりに作ってね。はい、ということでチャンネル登録、高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。